FM。うれしく。もう夕方、机上での捜査がずっと続いてる。他に何か手がかりが。少し休んだ方がいい。先生、ぶっ通しじゃないか。ほとんど休憩も取らないで。いえ、もうすぐパーティーが始まる時間。それまでに解決の糸口くらい見つけないと。シャーロック。ういこちらサクちゃんすけど。え？まあ、そんなとこ。はいはい、了解しましたよっと。やばい、刑事がすぐ戻れって。それってまさか。バレちゃった、データの持ち出し。え、刑事怒ってた？多分。ジーフォー、全員撤収よ！撤収！撤収！あ、ココロさん待って。場所を貸してくれてありがとう。世話になったね。なんでバレたかな。一気に静かになっちゃいました。それじゃ僕らはパーティーの準備に入ろうよ。うん、教官、捜査は一旦打ち切っても？ああ、もちろん。みんな、かなり頑張った。少しの間だけど、怪盗帝国のことは忘れて、楽しんできた方がいいと思う。わかったかな、シャーロック？あ、はい。小林の用事は？え、まあ、もう少し後なんだ。では、戸締まりよろしくお願いします。ああ、わかった。行ってきます。うん、行ってらっしゃい。またパトカー。テレビで公言されたんじゃ警察も黙ってはいられないか。さて、嘘までついてパーティーをサボったんだ。僕なりに捜査を続けよう。ん？これは。一応小林様のチケットもここに置いておきますので。ああ、僕の分のチケットか。探偵と警察の懇親パーティーなんて一体誰が言い出したんだろう。何何？会場は大桟橋に停泊中の大型クルーザーノーバパントラ。大型クルーザーとはね、さぞかしリッチな。クルーザー、会場が船だって大変だ。早く行かないと、彼女たちのところに。アジトのクルーザーと共に爆炎の中へ消えたアルセーヌたち。あれだけの爆発、無事だったとはとても思えない。つまり怪盗帝国の消滅によって僕たちの戦いは結末を迎えた。そういうことなのだろう。ここ数日の何事もない穏やかな日々がそれを証明している。そして今日は事件解決のご褒美という名目でミルキーのみんなとここで楽しむことになっているんだけど、早く来すぎたかな。小林、うっネロ、いつからそこに？もうちょっと前からいたよ。ぼーっとしてて全然気がつかないんだもん。はあ、ごめんごめん。ところでみんなは？来ないよ。来な、え？早速中に。ちょ、どういうこと？みんなが来ないって。どうでもいいでしょ、そんなこと。
今日は僕と小林二人っきりのデートで行くよ。ちょ、寝ろ。いろいろあって迷っちゃうな。小林はどれに乗りたい？いや、あのやっぱりスタンダードに絶叫系？それともまずはちょっとおとなしめ？意表をついていきなりお化け屋敷ってのもありかもね。あの、だから心配しなくても大丈夫、僕がついてるから怖くないよ。そういうことじゃなくて。何やってんの小林、先に行って並んでるからね。寝ろ。あ、それとチケット買ってきて。ほら早く。あ、それとチケット買ってきて。ほら早く。楽しかったね、小林。ああ。やっぱり二人だと楽しさも2倍だと思わない？まあ。あれ？え？なんかお腹減っちゃった。僕なんか買ってくる。あ、寝ろ。大丈夫大丈夫。これくらいは僕がおごるから。ちょっと待ってて。大丈夫大丈夫。これくらいは僕がおごるから。寝ろ。その、普通に食べるから。人目もあるし。いいじゃん。見たい人には見てもらえば。いや、僕は恥ずかしい。わかった。じゃあ、舐めるだけ。せっかく小林のために買ってきたんだもん。少しくらい食べてよ。舐めるだけなんて、もったいないじゃないか。大丈夫。残った分は僕が食べるから。ダメだよ。なんで？なんでって僕が口をつけたのは、君が食べたらその間接的にキおかしい。小林ってさ、子供？うるさい。ああ、え、もたもたしてるから溶けてきちゃったよ。ほら、早く食べないとこぼれちゃう。でも。早く早く、ほらほら。小林ってば。わかったよ。おいしい？まあ。一気に食べたら、頭が。笑い事じゃな。小林は面白いな、本当に。うわあ、小林は面白いな、本当に。うわあ、もう夜だ。彼女、さっきからずっと静かだな。昼間、あんなにはしゃいでたのが、嘘みたいに。ん？どうしたの？僕の顔に何かついてる？ああ、いや、そういうわけじゃ。あんまり静かだから、大丈夫かなって。そう。結局、ずっとネロと二人きり、他のみんなはどうしたんだ？なぜ来なかったんだろう？そんなに気になる？みんなのこと。はあ、どうしてわかったんだい？トイズ？いや、触ってないよね。そういう顔してる。バレバレ。ねえ、小林。なんだい？つまらない？え？僕と一緒じゃ、つまらないのかな。デートするの、いや。そんなことは、ないけど。
あ、ネロ。僕はもう大人だよ。他のことは考えないで。せっかく二人きりなんだから。待て待て待て、その手には乗らないぞ。君はいつもそうやって僕をからかって。小林。は、はい。今は僕だけを見て。寝ろ。なんだ今の光。小林、あれ火事？爆発かな？あれは横浜火力発電所なんじゃ。観覧車が止まった。停電？やっぱり発電所が。な、何この音。小林、何なのかな。小林？開幕。え？開幕を告げる鐘の音。開幕って何の話？忘れない、この音。忘れられるはずもない。ちょっと。でもまさか、そんな。どうしちゃったの小林。バカな。多くの紳士淑女には初のご挨拶となる。まずは自己紹介をさせていただこう。我が名は L、 怪盗 L。 L？ さあ、華麗なる舞台の始まりだ。史上最大、空前絶後のショー。ただいまより6時間後、この街は消える。消える？怪盗に不可能はない。怪盗は神に等しき奇跡の体現者。私の起こす奇跡を諸君たちの目と耳とそして魂で合わすところなく堪能してくれたまえ。ねえ、怪盗Lって5年前に小林が。嘘だ、そんなことありえない。怪盗Lは、怪盗Lはあの時確かに。僕の PDA だ。この音は直接通信の。とにかく出て。うん。ネロ、エリー、今動かすから気をつけて。え、動かす？ちょっとエリー。わ、動いてる。エリーが回してるの？うん。ゴンドラのナンバーは？ゴンドラのナンバー？ナンバーに乗ってるの教えて。あ、そうか。59番だよ。わかった、待ってて。あ、ちょっとエリー、切れちゃった。小林、わけがわからないよ。落ち着いて寝ろ。うん。お前こそ落ち着け、小林オペラ。さっきの放送、本当なのか。本当にあの怪盗Lなのか。6時間後に街は消えると言っていた。もしLの偽物だったとしても、その意味は。小林、僕、ものすごく良くないことが起きるような、そんな気がする。大丈夫、大丈夫だよ。ネロ、平気？あ、うん。小林さんは大丈夫ですか？問題ない。ねえエリー、一体何が起きたの？それになんでみんなはここにいるの？それはその、まさかついてきてたんじゃ。あ、そうなんだね。だってひどいな、みんなで決めたことなのに。くじで勝った一人が小林とデートするって。でも、あのくじ、ネロが持ってた。多分、自分に当たるように。今はそんなこと言ってる場合じゃないです！ええ、かなりの非常事態だと思うわ。電話だって通じないんだから！電話が？電波が入っていないのよ。停電、そして通信の遮断、いけない。このままだと街全体が。ねえ、小林。え？さっきのやつ、あれって本物の怪盗Lなの？ちょっとネロ、不謹慎でしょ。教官は怪盗Lのせいで
トイズを、そのだって仕方ないじゃない。この事態を引き起こした人物が怪盗 L を名乗ってる。今わかってるのはそれだけで、 L に詳しいのは小林だけなんだから。それは、そうだけど。わからない。正直僕にもわからないんだ。あれが本物の怪盗 L なのか。でもあの音、放送前に鳴ったあの鐘の音は、怪盗 L が犯行直前に必ず鳴らしていたものと同じだった。とにかくさ、学院に行ってみない？学院に？会長がいれば何かわかるかも。そうだね。あの学院なら非常用電源くらいあるだろうし、 IDO 直轄の施設だから衛星回線があるはず。学院に行ってみよう。はい。生徒会長室に明かりがついてる。本当？きっと会長がいるんです。行こう。アンリエットさん、いない？なら、なんで明かりがついてるんだろう。変。誰が非常用電源を入れたのかしら。私です。タチさん。どうも、皆様。タチさん、アンリエットさんは衛星回線を使いたいんです。お嬢様は今日本にいらっしゃいません。え？怪盗帝国の一件を IDO 本部に報告するため、イギリスへ渡航中でございます。ああ、それで最近見かけなかったんだ。ええ。ならなおさらです。イギリスにいるアンリエットさんに衛星回線で連絡させてください。今横浜で何が起きているのか、IDO の情報網ならつかめるはず。彼女が本部にいるなら話が早い。それが無理なのです。どうして？私もこの事態をお嬢様に報告しようと IDO に連絡を試みました。ところが衛星回線さえもつながりません。なんですって？また爆発？なんか近くなかった？新校舎のテラスへ行ってみよう。これは大変。街のあちこちから火が。火事？事故かも。その両方さ。電力っていうのは現代においてそれだけ重要なものなんだ。信号、電車、夜には街灯、つまり交通手段の制御、そして生活家電、電話、水道にわずかに残っているガス管、つまり各家庭へのライフライン制御にも電力が必要だろ。変だよ。僕は何度もトイズで電子機器にハッキングをしてる。そしてその度に感じているんだ、電力ネットワークの複雑さをね。この国には隅々まで網の目状に送電ケーブルが行き届いているはず。だから横浜火力発電所が破壊されただけでこの街全体が停電するなんておかしい。他の発電所から電力が補われるはずじゃないの？その通りだ。ならどうして今横浜は停電に？それはおそらくこの事態が用意周到に準備されたものだから。え？横浜火力発電所がストップした時、この街が停電に陥るようにあらかじめ主要変電所、そして開閉所に細工がされていたに違いない。そんな、それじゃさっきの怪盗 L が言ってた、この街が消えるっていうのはこのこと。あり得る。電力が一斉に使えなくなればこうして混乱が生じるんだ。だけど僕らが今見ているものはその始まりに過ぎない。このまま回復しなければ被害は拡大し、やがてパニックが起こる。だけどおかしい。あの放送では街が消えるのは6時間ごと限定していた。これからパニックが起こるとしてもそれは段階的なものだ。それに街が消えるほどまでにエスカレートするとも思えない。何かが、別の何かがまだ。あっ！え？お花さんが、お花さんが光っています。フォーチュンリーフが？街の明かりが、電気が戻りました！フォーチュンリーフは、次世代発電の研究プラント。
それを転用したんだ。おいおい、大胆なことをするな。まだまだ試験段階だったはずなのに、極秘研究されていた例の鉱物の解析は終わったのか。あ、着信？電波も復活したんだね。過密からだ。もしもし、小林か。ああ、すぐに水穂ふ頭まで来い。水穂ふ頭？なぜ？説明は後。いや、お前ならここに来るまでに察しがつくだろう。どういう意味だ？とにかく時間がない、すぐに来るんだ、待っているぞ。カミツ先生、カミツさんはなんて？水穂ふ頭にすぐ来いと言われた。古い風車のあるあそこ？横浜で水穂ふ頭と言ったらそこしかないわ。そんなところに、どうして今？とにかく行こう、みんな車に乗って。はい。とにかく行こう、みんな。はい。やっと来たわね、心ちゃん。心ちゃんって言うな。あれ、皆さんお揃いで。いや、ジース。こんばんは。カミツ、どうだ、俺がお前をここに呼んだ理由、見当がついたんじゃないのか。ああ、ある程度はね。え、そうなんですか。だけどまだ確信には至っていない、ピースが足りないんだ。それは俺も同じだ。ならまずはお前の情報を聞かせてくれないか、カミツ。いいだろう。数日前の大型クルーザーの爆発、あれ以降怪盗帝国の犯行はピタリと収まった。やけにあっさりしすぎていると感じた俺は、一連の事件を再捜査したんだ。 G4 を使ってな。そしてある共通項を見出した。共通項だって？心、了解。怪盗ラットによる黄金鏡強奪未遂事件だけど、爆破されたビルの隣、つまり科捜研ね、あそこからデータが盗み出された痕跡を見つけたのよ。そしてそれが次世代発電に関するエネルギー源の情報だったの。サク。おーい、怪盗ストーンリバーによる妖刀強奪未遂事件なんだけどさ、あの洋館で旧陸軍が行っていたのは人を発狂させるガスの開発だけじゃなくて、兵器になるような新エネルギー源のこともかなり詳しく研究していたんだよね。ヒラノ。はい、怪盗20によるアダムの涙強奪未遂事件ですけど、あの宝石は美観が損なわれるという理由から詳細な鑑定が行われたことがありません。でもそれは少し違っていたんです。あれは重金属の一種で安定はしていますけど、ものすごい高エネルギー鉱物でした。つまり鑑定をしなかったのではなくて、危険なのでやらなかったというわけなんです。次行こう。はよ、怪盗アルセーヌによる司法連続強奪事件だからさ、あんたらが3つのお宝を奪還した後、怪盗帝国のアジトだったあの船ノーバパンドラはドカーンって綺麗に消し飛んじゃったよな。でもいくらなんでも変なんだよ。よっぽどの高性能爆薬をうまいこと配置しなければああはならない。つまり何か特別なエネルギーが使われた可能性があんのさ。どうだ、お前の求めるピースだったか。今の G4 の話には一つのキーワードが必ず含まれていただろう。エネルギー。そう、怪盗帝国の一連の事件の裏には真の目的とも言えるものがあったんだ。あるエネルギーに関する情報、それはフォルトニウム。え、フォルトニウム、聞いたことありません。トップシークレットだ。ネロ、知ってるの？少しね、政府のメインフレームを覗いた時見つけたんだ。ものすごい高エネルギー鉱物なのに廃棄物を出さないクリーンな金属。政府のメインフレームを覗いた？いけね。まあいい、聞かなかったことにしておこう。だが今まさにそのフォルトニウムが使われているこの水穂ふ頭から伸びる防波堤の先でな。フォーチュンリーフ。そういうことだ。さあ次はお前の番だ、小林。今度は俺がピースをもらおう。わかった。なあ、カミツ。お前はノーバパンドラの爆発自体がおかしいとは思わないか？あのクルーザーの爆発がか。
怪盗帝国が拠点であるあの船を自ら破壊するだろうか。なるほど。つまりあの爆発はアルセーヌが起こしたものじゃない。どういうことだ。今お前からもらったピースがピタリとはまるじゃないか。フォルトニウムの情報を手に入れ用済みになった手下、怪盗帝国を消した者がいる。それが真のボスであり、今横浜を混乱に陥れている張本人、怪盗 L を名乗っているものだ。そうか、怪盗帝国の登場。あの時点から疑問は感じていた。アルセーヌという無名の怪盗、それが腕利きの怪盗たちを従え組織を作ることができたのは、バックに黒幕がいたからか。証拠も何もない、ただの勘みたいなものだけど、そう考えれば辻褄が合う。さすがだな。でもまだ釈然としない。なぜ。ここまでの話でほぼ結論は出たじゃないか。怪盗 L を名乗る者はおそらく手にしたフォルトニウムの情報を使い、予告時間にフォーチュンリーフを止める気だ。そして横浜への電力供給を完全に遮断、今市街で起こっている混乱を促しパニックへ発展させるつもりなのだろう。いや違う、何か足りない。パニックイコール街が消えるとはとても思えないんだ。街が消える、一体何が。え、小林。なんだ。実はな、まだ言っていないこと、ピースはもう一つある。もう一つ。お前たちがアルセーヌから奪還した三つの司法、このうちアダムの涙だけが偽物だったんだ。なんだって。さっき平野が言った通り、あれは高エネルギー鉱物、つまりフォルトニウムである可能性が高い。しかもかなり高純度の。そしてノーバパンドラの爆発、心が発見した爆弾は妙な構造をしていたらしい。電磁レールの両端に何かの意思、おそらくフォルトニウム。レールの両端にフォルトニウム。それじゃあまるでガンバレル式の。まさかノーバパンドラの爆発にはもう一つ目的があったというわけだ。本番前のテストか。あれと同じことをアダムの涙で高純度のフォルトニウムで起こしたら、横浜は壊滅する。ピースは全てハマった。怪盗 L を名乗る者はアダムの涙とフォーチュンリーフにある発電用フォルトニウム燃料を使い大規模爆発を起こし、横浜を消す気なんだ。行け小林。ちょ待ってよ、僕らだけに押し付けるわけ。手伝ってくれないの。譲り咲寝ろ。え、自分で言っていただろう、フォルトニウムの情報はトップシークレット。 G4 がそのキーワードにたどり着いた途端、上からの命令で捜査は中止になった。え、それじゃあ。ああ、今ここでお前たちと会っているのはこの過密例の独断、バレればよくて解散、悪ければクビだ。それを承知であんたたちを呼び出し情報を与えたのよ。今私たちは市街混乱への対応を命令されちゃってるわけ。死刑どころか県警総動員でも手に負えていないんです。まあそういうこった。それにやはり怪盗の相手は探偵でないとな。過密、適材適所。頼んだぞ G4、 全員移動。了解。小林、寝ろ。 G4 たちが首を覚悟で教えてくれたこと、無駄にするわけにはいかないよね。いや、しかし。行こうよ。行きましょう。行くべきです。行かなくちゃ。みんな。小林。小林さん。教官先生。いいのか、このまま彼女たちを。でも時間がない。
怪盗 L。 私は今何の上に立っていると思うかね。フォルトニウムリアクター反応炉だ。その通り。この下には大量のフォルトニウム燃料棒がある。つまりここは炉心の真上。分裂反応で起こった熱を集める場所でもある。このメンテナンスハッチを開いたらどうなると思うかね。お前も僕も黒焦げだろ。果たしてそうかな。うわっ、だけ駆動していない。先ほど少々コンソールを操作してね、臨界が起こらないように燃料棒の間隔を広げておいた。なら町はまた停電に。おやおや、君らしくもないな。炉が停止しているのにここには電力が来ているではないか。各変電所、開閉所はもう正常に稼働しているよ。そうプログラムしておいた。なぜ町に電力を戻したのか疑問かね。簡単なことだよ。私はこの炉に十分な量のフォルトニウムが設置されればよかったのだ。横浜を大停電に追い込めばフォーチュンリーフを動かすしかないだろう。そう驚くこともない。停止中とはいえ燃料棒が入ったままハッチを開いたのだ。安全が確保されるまで炉への接近が遮断されただけのこと。何をするつもりだ。では説明しよう、小林くん。ここに取り出したるアダムの涙、つまり高純度フォルトニウムの結晶、これをこのハッチから中に投入したらどうなるかな。強い臨界が起こり、最悪炉は暴走する。当たらずといえども遠からずといったところか。だがおかしい。お前は町を破壊したいんじゃないのか。そんなやり方じゃ暴走したとしてもメルトダウン止まりだ。しかもフォルトニウム反応炉には冷却水が必要ないから水蒸気爆発もしない。甚大な被害には及ばないはず。素晴らしい。さすがは名探偵小林くん。国の機密をそこまで調べているとは。だが先ほど当たらずといえども遠からずと言ったはずだ。何？アダムの涙を投入しても暴走はしないよ。燃料棒の間隔は十分に広げておいた。臨界は起こらない。なら何が起こる？不思議なものだな。光が輝けば影が落ちる。まるで探偵と怪盗のようではないか。それが世の断りなのだろう。何が言いたい？つまりこのフォルトニウムが光の物質とするなら影の物質も存在するのだよ。反フォルトニウムというものがね。反フォルトニウム。そしてこの反応炉にはそれを使った緊急制御装置、反フォルトニウム発射管がある。反フォルトニウムをフォルトニウムにぶつけ反応を停止させる仕組みだ。そう、私はその装置に反フォルトニウムではなくフォルトニウムをセットした。予告時間に発射されるのだよ。そしてこのアダムの涙に衝突する。結果は想像できるだろう。通常のフォルトニウムでノーバパンドラは消し飛んだ。ではこの限りなく純粋な結晶アダムの涙ではどうなるかな。そんなことはさせない。そんなことは、発射を止めてみせる。おっと、むやみにコンソールに触れない方がいい。私も先ほど最終実行コマンドを入力する必要があったのだが、その時に他のコンソールは全てロックし、触れれば直ちに発射するように仕組んだ。
ここには8台あるので確率は8分の1だな。いいぞ、その顔だ。もっと悔やんでくれ。そしてさらにその悔しさを高めるプレゼントを用意した。君の足元、下を見たまえ。下？君も知っての通り、私のトイズは精神操作。トゥエンティのように操るにはある程度時間をかける必要がある。だから今彼女たちにはキーワードを一つだけ与えた。それは眠れだ。命令が絞られている分強力だよ。数時間は目を覚まさないだろう。そんなみんな、そうだ、いいぞ小林くん、もっと悔やんでくれ。もっと嘆いてくれ。今君は無力だ。何もできない。その苦悶の表情が私を癒す。求めていたものはそれなのだ。黙れ。お前はどうする。カゴの中の鳥じゃないか。アダムの涙を炉に投げ込み、そこへフォルトニウムが衝突すればお前だって消し飛ぶ。たとえ逃走経路を確保していたとしても間に合わない。つまり犯行予告時間はフェイクだ。実際の発射はもっと後のはず。お前が逃げている間に絶対にこの計画を阻止してみせる。なぜ笑う？小林くん、君は分かっていない。私の心を。5年前あの爆発事故の後から私の中でくすぶり続けたのは小林オペラへの怒りだけではなかった。何よりも許すことができなかったのは、無様な形で退きのうのうと生き延びてしまったこの怪盗を得る自信だ。だから私は用意した最高のラストステージを。エル、閃光とともに街が消える瞬間、怪盗エルの名は永遠に消えないものとなる。まさか。小林くん、最後によく見ておくがいい。このアダムの涙。やめろ。さらばだ。反応炉内に異常発生。高純度のフォルトニウムを感知。臨界限度を超える可能性があるためエマージェンシープログラムを実行します。反フォルトニウム発射角度算出開始。クルーは非常事態マニュアルに従い速やかに行動してください。エル、なんてこと。5年前のあの爆発事故がお前をこれほどまでに変えてしまうなんて。みんなすまない。僕とエルとの因縁に巻き込んでしまって。けどせめてもの救いか。眠っているならこの状況に恐怖することもない。深く眠っているなら。深い眠りに落ちたものを目覚めさせるには深い愛を与えること。簡単なことです。そうだ、まだ可能性があるかもしれない。いや、ダメだ。間に合わなければ彼女たちに絶望を与えるだけ。僕にはできます。あなたなら、私たちの挑戦に全て打ち勝ったあなたになら必ず。決して諦めないで。ネロ、目を覚ましてくれ。みんなも
発射角度算出終了。ターゲットロックオン。え？あれ？ここは？どこ？みんな！はい？考えている暇はない。よく聞くんだ。もうすぐフォルトニウムが大爆発を起こす。急いで表へ出て海に飛び込め。え？え？フォルトニウムが大爆発？そうだ。とにかく行くぞ。待って。ネロ？ここ反応炉？そうだよ。それじゃやっぱりアダムの涙で横浜は破壊されるんだね。ああ、そうだ。コーデリア、陸の石。え？早く出して。え？小林、これは反フォルトニウムだよ。なんだって？しかも高純度の結晶体なんだ。研究員の PDA を除いたから間違いない。なら、アダムの涙。うん、なんとかならないかな。発射準備完了。60秒後に発射します。コーデリア、コンソールの中にエルが使ったものがある。触れずに探すんだ。はい。絶対に触っちゃダメだ。間違えると発射される。わかりました。これです。少し温かい。ネロ、アクセスだ。あの鉄格子を。はい。エルキュール、ハッチをこじ開けて。はい。シャーロック、コントロールを。やった。阻止したぞ。横浜の壊滅を。やった。なんだかわけがわかりません。でも最悪の事態は避けられたみたい。そういうことだね。発射まで残り30秒。何？え？止めたんじゃ。ネロ、頼む。わかった。ダメだ。どうして？物理的に断線してる。コントロールできないよ。なんだって？開くことは危険なので、一度閉めると外側からしか開けられませんってここに書いてある。救助を待つしかなさそう。こっちは3人だけど、あっちは2人。大丈夫かな。あの、ネロ？もう大丈夫だと思うよ。ネロ？すごく、怖かったよ。あ、うん。ドイツで大スポットを見つけてなかったら、僕たち、きっと。でも、ん？今は、嬉しいかも。小林？はい？いや、その、なんだ？
あれに乗るんでしょ、小林。うん。あの、教官。やっぱり、考え直すようなことは。コーデリアさん。だってこんな、教官が、イギリスに行ってしまわれるなんて。ダメだよ、コーデリア。行き止めたりしないって、みんなで決めたでしょ。でも、だって。ああ、だけどもったいないよね。この街にいれば、みんな小林をチヤホヤしてくれるのに。だって、街を救ったヒーローなんだからさ。いや、僕の力じゃない。最後の最後で、僕は何もできなかった。街を救ったのは、君たちのおかげだ。いやいや、それも違うって。G4 や、過密警視さんも。だから、みんなのおかげ。うん。そうだね。そういえばさ、なんでショロをさっきからあんた思ってるわけ？それは。ちゃんと小林と話しなよ。これが最後なんだから。最後、先生と、最後、これ、先生と。あ。シャラは必死に泣くのを我慢してたのよ。それなのに。ちょっと、エリー、あなたまで泣かないで。そんな、あなたまで泣いたら。ああ、結局みんな泣いちゃったよ。まったく。みんな、僕は、帰ってくるよ。今度こそ、本当の探偵になって。先生。僕は、ずっと逃げていたんだ、トイズを。力の一部をなくしたくらいで、すべてを否定されたように思い込んでいた。僕は、探偵であることから逃げていた。小林さん。だから僕は、本当の探偵になろうと思う。どんな困難にもくじけず、大切な人たちのために謎に立ち向かえる、君たちみたいな探偵に。小林。だから僕は、もう一度勉強し直す。そして、今度こそ本当の探偵になれたら、必ず、君たちのところに帰ってくる。教官。時間だ。じゃあ、行くね。小林！あ。戻ってきた時に、返してよ。小林さん！教官！先生！みんな。行ってらっしゃい！行ってきます。